ようこそ手塚治虫全開チャンネルの何がしでございます。普段はですね、手塚作品の漫画紹介をしているのですが、今回は番外編としてフィギュアの紹介をしたいと思います。まずはじめにお断りしておきますが、僕はフィギュアのことはド素人ですし、うんちくもありませんし、今日ご紹介するフィギュアしか持っておりません。ただただ持っている手塚治虫のプチフィギュアをですね、ご紹介するだけの動画となりますので、ご了承くださいでですね、今回ご紹介するフィギュアというのは海洋堂のですね、手塚治虫ミニビネットアンソロジーと呼ばれるものになります。おそらくですね、2002年から2003年頃に発売されたもので、フィギュア制作で有名な海洋堂から発売されたものになっております。フィギュアといってもですね、ほんとピンからキリまであるんで、クソみたいなものはね、ほんと膝から崩れ落ちるぐらいクソなんですけれども、この海洋堂のものはですね、素人の僕から見てもほんとクオリティが高い、桁違いの作品となっておりますので、ちょっとご紹介しようかなと思った次第です。そしてこのフィギュアの原型師といいますか、造形師さんは、香川雅彦さんという方で、その道ではかなり有名な方らしく、そんな優秀な方が手がけた作品が今回ご紹介する手塚治虫ミニビネットアンソロジーなんですね。香川雅彦さんという方は僕はちょっと存じ上げなかったんですが、まあ、見てわかるようにですね、非常にクオリティがもう高いです。フィギュアにあまり興味がない僕でも、これはすごいなと、思えるぐらいすごい出来栄えですね。まあ手塚キャラだからこれはいいなと思ったのかもしれませんが、まあそれを差し引いてもですね、この造形美というのは非常に素晴らしいものがあると思います。はい、順を追って見てみましょうか。こちらはジャングル大帝ですね。この曲線美美しいですよね。本当にここら辺をね、見事に再現されています。レオのですね、尻尾にですね、子供の、ルネとルキオが、じゃれついているというような、構図になっております。それでリボンの騎士ですね、こちらも素晴らしい造形ですね。こそこそ話をしているような、シーンになっております。この秀逸なのがですね、この裏側のですね、このソファーの、クッションのこのへこみ具合といいますか、これいいですよね。この柔らかさが伝わってくるような非常に温かい作品となってます。こちらの森の木陰で休んでいるこのシーンも素晴らしいですね。リボンの騎士の1シーンをですね、見事に再現している出来となっていますね。実を言うとですね、手塚作品というのは立体化が非常に難しいキャラが多いんですね。なぜならですね、二次元表現というものを意識して描かれているので、立体化した時に矛盾が生じるキャラクターが多いんですね。特にこの鉄腕アトムなんかはその代表例と言えますね。どういうことかと言いますと、アトムの頭のあのとんがりありますよね、角みたいなやつ、あれはですね、漫画表現する時というのは必ず2本見えてるように書かれてるんですね。ですけどそれをフィギュア化すると、2本見えない角度っていうのが存在しちゃうわけですよね。そういうようにですね、手塚先生というのはね、漫画2次元というのを、メインに書かれていますので、そういった矛盾が生じてしまうということですね。はい、ドロロの作品ですね。こちら九尾の狐と戦っているドロロですね。ドロロと言いますけど、これ百鬼丸なんでね、実際のドロロというのがちょっと登場していないのが、残念ではありますけれども、非常に美しい、造形美になってますね。で続いてはマグマ大使ですね。これは、非常にこう力強い作品になってますね。この下のちょっと見えますかね、こう高速道路といいますか、こう道路のところで揉み合ってるような、作品になってます。続いてはヴァンパイアですね。このカーテンからこう出てくるシーンですね。でちょっと見えないかもしれないですけど、月夜が見えるんですね。
これちょっとおしゃれな演出になってますね。ちょっと見えてますね、月夜がね、こういう形でおしゃれです。うん、あ、見えました見えました見えましたね。はい、続いてはブラックジャックですね、ピノコとブラックジャック先生。個人的にはこの作品はちょっとイマイチな気はするんですけれども、どういうポーズ、どういうシーンをチョイスするかというのは造形師の方ちょっと難しいですよね。このシャラク・ホースケ、三つ目が通るですね、これ非常にいいですね。このふてぶてしいスタイルといいますかね、この三つ目が絆創膏取れてる時ですからね。ワトさんも出てほしかったですね。ワトさんとシャラクの、お風呂の入っているシーンとかはいいですね。で続いてはこちらハムエッグとピノコですね。手塚スターシステムの中でもね、ハムエッグは有名なキャラですけれども、なんでハムエッグ単体が出てるのかはちょっとわからないですね。で不思議なメルモですね、メルモちゃん、これはですね、赤ん坊と、通常のメルモちゃんと大きくなったメルモが3人3様で描かれておりますね。いいですね。でお決まりのこのパンチラですね、大きくなった時のパンチラもしっかりと表現されてますね。で火の鳥ですね、これは素晴らしいですね。砲編の時の火の鳥、ガオー、苦悩のガオーが鎮座していると。でそこに覆いかぶさるように火の鳥、素晴らしいですね。いいです。この弁慶の泣きどころのね、傷跡なんかは非常に原作を忠実に再現してますね。ユニコもいいですね、これね、人々を幸せにしすぎるキャラクター、愛らしいユニコ、しっかりと表現されていますね。実際どのくらいの大きさなのかというのを、手塚治虫全集を横に置いて比較してみました。手塚治虫全集は B6 サイズですので、見比べてみればだいたいどのくらいの大きさのフィギュアなのかというのが分かってもいただけるかなと思います。はい、ここまでが、持っているフィギュアの紹介になるんですが、当時はですねコンプリートを考えていなかったので、ちょっと調べてみますと、あとは海のトリトン、ワンダースリー、あとヒゲオヤジの3種類がですね、抜けているみたいですね。ヒゲオヤジとかハムエッグとかね、こう脇役みたいなものもね、化されてましたけれども、キャラのチョイスというのは香川さんチョイスなんでしょうかね。個人的にはアドルフに次ぐとか、ブッダですね、あと七色インコ、僕の孫悟空、ビッグ X、 マジンガロンあたりがあっても良かったかなと思いますね。あとちょっと怪しい路線で行くと、ムーの勇気とかね、綾子、人間昆虫記、キリヒト参加、あと手塚先生本人とかね、あったら面白かったんじゃないかなと思いますね。贅沢な悩みを語ってしまいましたが、今回のは造形師さんの愛が、感じられる作品でございました。先ほどもねちょろっと申し上げましたが、手塚作品というのはですね、本当にこの骨格を無視したキャラクターデザインですので、立体化させると、非常に難しい、という歪なデザインになってしまうことが多いんですね。そんな中でも今回のフィギュアは立体化しても全く違和感がない作品となっておりますので、もう見事としか言いようがないですね。非常に素晴らしい作品でございました。もう一般販売はされておりませんので、手に入れる方はですね、ヤフオクとか、見てみると手に入るようですので、気になる方は探してみてください。というわけで今回は海洋堂手塚治虫ミニビネットアンソロジーのご紹介でした。次からはですね、また手塚治虫全集の紹介動画となりますので、
ぜひチャンネル登録をして待っていてください。動画の感想コメントもいただけますと励みになります。今後の動画の参考にもさせていただきますので、お気軽にご意見お寄せください。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。